どうも皆さんこんにちは。本当はね、加藤の製品発表がね、出る前にね、この動画は撮りたかったんですけど、まあ先にね、加藤から今日ね、もう動画出ちゃってるんでね、まあそれももう紹介したんですけど、ずいぶん前にもね、やった、まあ俺がね、独断と偏見で選ぶ、このメーカーからね、こんな車両出たらいいんじゃないかっていうのをね、まあずいぶん、まあずいぶんっていうか、前回いつやってるか俺覚えてないんで、またね、やりたいと思いますんで、あまりね、期待はしないでください。はい。ちなみになんですけど、前回俺なんか動画にしたよね。したんだけどね、そのデータがないんですよ。ごめんなさい。多分メモ帳にあったやつ俺データ消したな。ってわけなんでね、今回新たにね、選んでいきたいと思います。まあ、基本的にはね、マイクロ S とね、グリーンマックスが重点的にね、なるかなとは思いますので、加藤とかね、まあ、トミックスの模型をね、いつも買ってる方からしたらね、この2メーカーは少ねえんじゃねえかと思われますが、期待してないだけなんでご了承ください。はっきり言います。ではね、まず行きたいと思います。まず加藤から。ないな。うん、加藤はないな。もうどうせ123、あの、E231系の8構成も出しますよって、もう確かね、なんか情報出てたんでね、なんかのイベントの時かな。あえて期待する必要もない。強いて言うならこれかな？ちょっとね、ボールペンのインク薄くて字汚いんでちょっと申し訳ないんですけど、インクねえのかな？あ、インクねえ。あ、インク切れだ。完全に。あのね、インク出ねえなと思ったらこんだけしかありませんでした。ちょっとこれ捨てちゃいましょうかね、中身だけ。他になんかボールペンねえかな？いや、いつも競馬で使ってる赤ペンでいいや。めんどくせえ。まあ、とりあえずね、加藤から出たらね、嬉しいのってこれぐらいですかね。101系の南部視線。まあ、あの、本当はね、トミックスからね、鉄コレ出してたんで期待したいんですけど、トミックスだとね、101系すらがめったに出ないんですよね。あの、関西染色ぐらいなんで。なのでね、まあ、鶴見線とか、あの、雲波12のね、南部視線、あ、南部視線って言うのかな？雲波12の鶴見線か。あとは雲波11とかね、出してる。まあ、旧型シリーズね、まあ、最近ちょっとは出してきてるんで、加藤が。でしかもその、なんつうの、モーター車にね、ライト積む技術もね、最近はね、格段にね、上がってきてると思うんでね、ここはちょっと加藤にね、期待したいかなと思ってね、まあこれだけかな。あとトミックスに期待するのなんかあるかな。今現在俺これ期待したいな。うん、これかな、あとは。で、マイクロからはちょっとこの辺期待したいな。で、グリーンマックスからこれかな？ちょっとね、車番間違ってたりしたらね、申し訳ないんですけど、俺そこまで頭良くない人間なんでごめんなさいね。ちょっと車番間違ってたら恥ずかしいから、ちょっと確認しとこう。合ってた。まさかの一発で合ってた。よかったー。多分これぐらいかな。で、あとは、これかな。俺が個人的に欲しいのは。本当に字が汚いんで、ね、申し訳ないんですけど。やべ。車両形式なんで漢字が分かんなかった。やべえ。あ、こういう字か。まあ、これでいいや。一応これぐらいですかね。まあ、一応加藤から欲しいのが、こんなもんですかね。まあ、101系の南部視線。意外とね、これってね、欲しいって方多いと思うんですよね。鉄コレでも結構人気出るんで。で、まあ、一応トミックスからね、まあ、せっかくマックスの旧塗装を出したなら、まあ、1回ぐらいね、200系のあの連結できるやつ。まあ、昔の型番で言っていくつだっけな。多分これぐらいかな。92641だっけ。多分こんなような感じの番号だと思うんですけど。これね、あの、中古でもね、今そんなに高くないんですけど、2年ぐらい前は高かったのかな？多分俺が模型始めたことが、まあ5年ぐらい前か、5、6年ぐらい前はね、結構ね、中古でも1万8000円ぐらいはしたんですけど、今だいたい収まって1万3、4000円かな、これだと。まあしかも古いっていうのがあるんでね。ちょっとしゃべってください。多分楽天なんかだとたまに出てくると思うんですけど、いかんせん製品番号間違ってる気がするんで、ちょっとごめんなさいね、間違ってたら。
あ、合ってた。一応、今、ホビーランド墓地にあるのが、まあ、税込みで1万1000円ぐらいなんで、まあ、大体値下がってきてるんですよね。しかも98年のロットなんで。え、そんな古いの？まあ、1回ぐらいはね、これリニューアルしてほしいかなって思うのがね、俺で。で、あとね、まあ、KO7000 はね、1回出てるんですけど、ね、まだあれがないんですよね。ずいぶん前に出たのが、あの、10両貫通の6機4増のセットで、今回出たのが、まあ、8両基本の2両増結。なんで、俺はこれをね、こんな感じで欲しいんですよね。まあ、6両セットと4両セット。で、まあ、分割させてもいいし、なんていうのかな、今ね、なんか、6両セットのね、6両付属、編成と、まあ、2両の編成つけて運転もしてるみたいなんでね。まあ、ちょっとこの辺はね、6両と4両でね、まあ、バラ売りの、まあ、多分こうなるとは思うんですけど、ちょっと欲しいかなっていうね、俺の独断と偏見。で、あとね、なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんですけどね、なんだっけな。今、この KO7000 系でラッピングネジあるみたいなんですよね。しかも可愛いんですよ、それがなかなか。まあ、俺から可愛いって言葉だったら気持ち悪いって言われそうなんですけどね。KO レールランドですね。まあ、レールランドのラッピングとかもね、欲しいんですよね。あとは、多摩動物公園だっけ？なんか公園みたいなラッピングの電車も一本あるはずなんでね。まあ、これが一気に出なきゃちょっとありがたいんですけど、一気に出られたらちょっと買えねえなって気がするんですけど。でも、そんなラッピング電車ありますよね。多摩動物公園がちょっと忘れちゃったんですけど。違ったっけ？動物公園じゃなかったっけ？やべえな、俺の記憶力。一回農業界って見てもらった方がいいかな。ちょっと待ちください。今調べてもらいますんで。多摩動物公園のラッピング。ラッピング、ラッピング。ないな。写真撮っといたはずなんだけどな。ちょっとないっすね。ちょっとね、分かる方いらっしゃったらちょっとコメントしてほしいなと思うんですけど、申し訳ないですね。視聴者様だよりは本当に申し訳ないです。あ、でも多摩動物公園じゃなかったっけ、あのラッピング電車違ったっけ。あ、これだこれだこれだ。あった、これだこれだ。多分公園でいいのかな、あのライオンとかなんか書かれてる多分公園だと思うんですけど、多摩動物公園から、まあこれが一応ね、まあ、3セットぐらいはね、まあ出てほしいなと思った方いらっしゃると思うんですよね。特に6両セット4両セット、これ欲しいんですよね、是が非でも。で、まあ一応ね、京急の1500型、まあ、これに関してはね、今話題のまあ120周年列車ですね。まあ多分これを出せんな、どうなのかな、加藤なのかな、あ、加藤じゃない、マイクレスなのかな。あのグリーンマックスもね、京急の1500系はね、出してるんですけど、そんなに頻繁ではないんですよね。むしろ車両セットとして出してない気がするんで。その点ね、あのマイクロ S はね、なんだっけ、サイメンの窓が開いてんのと、更新車。で、インバーターとかなんか過去結構、チタコラ出してるんでね。で、まあ、なんていうの、その昔のね、110周年の時の黄色と茶色のラッピングも、グリーンマックスは確か出してるんですけど、キットだったのかな？完成品として出してるかどうか、ちょっとうろ覚えなら申し訳ないですけど、多分出してる気がするんですけど。それでもね、結構マイクロ S のね、京急、1000型のね、俺がずいぶん前に動画でね、多分再現したらこんなのですよってやつやった時にね、まあ、結構気に入ってたんでね、まあ、ちょっと出てほしいかなと思ってる方いるのかなという気がちらほらと。ぐらいかな。あとなんかあったっけな。ちょっと待ってくださいね。スマホが本当にね、電源つくようになってからね、またこう調子悪いんだよな。持ち主の性格悪いからかな。これぐらいかな、一応マイクロ S にしては。まあでも、強いてわがまま言うとこれ欲しいな。製品番号ちょっと忘れちゃったの申し訳ないですけど、東武の9000型あれ欲しいんですよね、俺。もう1本ぐらい。で、今ね、中古価格もヤフオクもね、高いんですよ。まあ、大体平均すると3万4、5000円かな。俺がね、ずいぶん前に、ホビーランド墓地の横浜店、2、3年ぐらい前になるのかな。その時にね、10両セット買ったのが確か3万4500円だったんですよ。だからね、多分まあそんぐらいの今値段もするんでね、まあ、ちょっと東部のね、9000系、もしくは9050型でもいいんでね、ちょっとそろそろまあ、新規生産でもいいからね、ちょっと欲しいかなっていう、気はしております。はい。そしてグリーンマックスの方がね、こちら、随分、いつだっけな、もう5年ぐらい前かな、一時期の2週間連続のね、土曜日かなんかの大雪で、まあ、元住吉で事故って、でまあ、東急の8両プラス、みなとみらい線の8両1本がね、まあ、おしゃかーになって、で、今なんか元住吉でね、
一本あの、みなとみらい線が新しくなってるみたいなんで、ちょっとね、それがね、製品化されたらいいかなと思いますね。まあ、ちょっと今度、元住吉行ってみましょうかね。まあ、横一本で行けばすぐなんで。まあ、一応出たらね、いいかなと思いますね。で、しかもね、あの、みなとみらい線が出たのってね、俺が持ってるセットが4機4座のセットなんですよ。で、その他にも多分8両セットとかあんのかな。まあ一応今回のね、この3万番台になって、まだみなとみらい線はね、製品化されてないんで、まあいっそね、このなんていうの、昔のしかも俺が持ってるやつ、インレター自分で貼ってくれっていうクソめんどくさいタイプだったんで、まあちょっとね、今回ね、まあ516でもいいんでね、固定編成で出たらいいかなと思いますね。まあ出てくれたら別に車両番号なんかはね、わがまま言わないんでね。で、まあ一応東急の8614。まあ俗に言う、伊豆急カラーかな。俺、どうしても欲しいんですよね。一応、赤のシャボン玉、赤じゃねえよ。赤の楽器と青のシャボン玉持ってるんで、まあ、本当だったらね、シャボン玉と楽器の、あの、マークの外れたね、車両セットも欲しいんですけど、まあ、ちょっとね、青とか、あの、楽器とシャボン玉持ってないんですけど、伊豆急だけがね、どうしても俺まだ持ってないんで、これ欲しいんですよね。もう屋根とか気にしないんでね、ここだけはちょっと製品化欲しいかなっていうのを、あの、一つお願いで、まあ、希望で。で、あとね、東武の3万型。まあ、田園都市線に運用してきたやつ以外はね、まあ、基本的にはあの今、東上線に入ってるのかな？まあ、あの、中間封じ込めのライトユニット外して、スカート外して、運転台ぶっ壊して、で、なんか今、固定編成にもね、なってるっていうのがあるんでね、まあ、再現してできたらね、ありがたいかなと。まあ、そしたらね、6両基本の4両増結でね、まあ、なんつうの、その、4両セットをね、あの増結の方にあの中間封じ込めの運転台入れてもいいと思うんでね、まあ、この辺ぐらいはね、欲しいかなっていうのが俺の希望なんですけどね。ただ本当に加藤と富木さんには何にも希望がないんで、ちょっとこんだけしかないんで申し訳ないですけど。多分ね、寝て考えればね、知恵が出てくると思うんですけどね。最近加藤と富木さんの模型買ってないんですよね。多分中古とかではね、ちたほら買うと思うんですけど、新製品となるとね、あんまりなんですよね。まあ多分、強いて言うなら今月あの富木からあの千代田線直通の209系が出るぐらいなんで、俺は。あとなんかあるかな、欲しいの。まあもしね、コメントの方でね、こんなの製品化すると面白いんじゃないですかって意見があったらね、まあ、コメントにね、全然くださってもいいんでね。まあ、関東の車両だったら俺簡単に調べれるんでね。いいとは思うんですけど。まあ、多分でも KO7000 系とかね、まあ、こっちの方かな。まあ、この辺があれだとは思うんですけど。で、まあ、疑問なのがね、この辺なんですよね。ちょっと車両番号間違ってたら面白いんですけど。あと DTO の。あ、間違えた。OM だった。一応ね、今ね、新車になってる東急2020系かな？あと、それの、あの、大井町線用車両の7両セット。これがね、どこで出すかが問題なんですよね。まあ、最近ね、東急に強いグリーンマックスが出すのか、まあ、だとは思うんですけど。まあ、もし出すとしたら、これはこっちになるのかな？まあ、ちょっとね、東急2020系。あれって面白いですよね。田園都市線が緑色で、大井町線が黄色という。俺結構あれ好きなんですよね。個人的には。だっけなその画像。なんかたま、あの、暇な時には、ね、俺撮影行くようにはしてるんですけどね、あんまり行ける暇ないんでね。多分あれかな、大井町線がオレンジで、あれかな、田園都市線、あの、田園都市線が緑だっけ。多分そうだと思うんですけど、俺どちらかというと、あの、田園都市線が欲しいんですよね、緑がちょっと可愛いと思ったんで。あと、相鉄のあの、紺色の新車をどこが出すかっすかね。相鉄なんだとやっぱりマイクレースになるのかな。やべ、足がしびれてきた。あ、で、加藤にね、一個だけ希望あった。この辺欲しいな。あのね、加藤から出てる113系って、まあ、なんつうの？横須賀線のセットで言うと、あと東海道線の、まあ、4両セットで言うと、あの、なんつうの？あれがあるんですよね。ベストコレクションに入ってる4両セットが、多分俺、東海道線の方は昔買った記憶があるんで、あると思うんですけど、調べれば。あのね、東海道線だけはね、加藤はね、セットとして、未だっつうか出してないはずなんですよね。横須賀線だけは、確かね、8両基本、3両増結、4両セットのね、195番かな？あのあたりで出して、あとは6両セットのね、サリオ、あの、サロ124が組み込まれたセットもあると思うんですけど、ちょっとね、あの、1000番台再現してほしいんですよね。タイフォンが下にずれてるね。多分1000番台は加藤まだ出してないと思うんで、横須賀線にしても何にしても。で、また2000番台の東海道線。これもそろそろね、あの、新しいフライホイールで出てもいいかなと思うんですけどね。個人的には。まあ、俺出たら両方買うかな。ただ一気に出ないでとか言いたいんですけど。まあ、一応ね、俺が内地へ振り絞るとこれぐらいかな。あと、マイクロレースに1個だけ奪った。
あれ出して。ちょっとね、形式番号覚えてないで申し訳ないですけど、あのね、京急の800のリバイバル、いつまで経っても製品化されないですよね。あの、昔はね、京急の2000型のリバイバルが早々製品化されたんで、おっしゃ、出たら嬉しいなと思ってずーっと待ってるんですけど、未だに製品発表されないんですよ。で、しかも京急のあのだるまって、意外と人気あるんですよ、多分。こうやって考えるとね、言えることは俺は JR より私鉄派だってことなんですよね。でも JR も多分それ、まあ、結構持ってると思うんですけどね。どうなのかな、まあ、トミックスから209系買ったからね。まあ、きしって希望書いておいたけど、1個はかわいそうだから。ムエ出して。マイクロイスも高いんですよ、あのムエ高いんですよ、本当に。俺だからね、ムエトレイン持ってる人見るといいなと思うんですよね。まあ、やり方としてはね、6両セットプラス、あの、なんつうの、あの廃車になったね、サハ209。あれ別にね、単品でもいいからね、6両プラス増機でもいいから出してほしいですよね。まあそれ、まあ別に俺は7両セットでも買いますけど。まあちょ、それぐらいかな、このメーカーたちに希望あるとしたら。まあ、他にもね、こんなの製品化されたら面白いのあるんじゃないですかっていうのとしては、ちょっとごめん、もう一個買ってください。いっそ、東急8000系出しちゃおうよ。出してほしいね。東急の8000系さえね、あの、完成品で出してまえば、まあ、8500系の屋根、あの、古いやつもね、出せれるし、ちょっと欲しいね。あとはね、一応東急の子会社の、まあ、伊豆急もね、まあ、一応今8000系頑張ってるんでね、そろそろ製品化されてもいいかなと思うんですけどね。いかんせん8000系キットで作れって言われたら俺下手くそなんでね、あの、昔のキットって。あの、接着剤がね、あの、ゴム系接着剤つけたりするとちょっと苦手なんでね。まあ、あの、ライトユニットが組み込める、今のタイプの、なんつうの、キットだったらね、全然へでもないんですけど。だちょっとね、あの、昔のタイプのキットとなるとね、俺ちょっと苦手なんでね、できれば完成品として出たらね、欲しいかなと思いますね。まあ、間違いなく言えるのはね、ね、どの辺だろうな。まあ、慶応なんかがね、値段が高いんで一気に被られるときついっていうのがあるんですけど、まあ、バラバラね、出てくれたらね、ここにあるやつは俺全部買うかな。まあ、俺は全部欲しいな。まあ、3万系の高低車だけどうなるかわかんないんですけど。まあ、8000、伊豆急で、まあ、113で南部支線。で、昔の200系に、まあ、KO7000 のラッピングとかね。で、京急のね、あの、120周年とか。まあ、この辺だったら絶対買うかな。大倉大臣に予想して。っていう感じにはね、なるかなと思います。はい。で、とりあえずね、くだらないこと長々喋ったらもう12時半過ぎてんでね。とりあえずカップラーメンちゃっちゃ食って、午後の方のね、動画撮っていきたいと思いますんでね。一応ね、先にね、大井町線終わらしたいと思います。あの、電都市線に関してはね、ちょっとステッカー貼るのがね、まあ、来たほらめんどくさい部分とかあるんでね。まあ、ちょっと大井町線先に終わらして、で、電都市線かな、まあ、一応、ステッカーつけて、で、旧製品とのね、見比べして、っていう感じにね、したいかなと思いますんでね、ちょっとはご期待ください。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。